とにかく日本をもう一回成長軌道に戻すということです。で、中国から見ても、いや日本の経済というのはまだまだ伸びるぞと、日本の技術やっぱり欲しいなと、日本の企業といろいろ協力してやりたいなと、そういうふうに思わせるということが大事ですし、それから例えば ASEAN と国際協力しましょうと言ってますけど、国際協力する相手を向こうは選ぶ権利があります。日本と協力した方が得なのか、中国と協力した方が得なのか、その時にどんどん落ちぶれていく国とですね、まだまだ伸びるという国のどちらを選びますかと言われたらですね、いや中国ってなんか嫌いだなと思ってもですね、やっぱり中国の方に行っちゃうんですよ。アメリカが日本を取るか中国を取るか、今はもちろん日本を大事にしてくれてますけど、日本がこれ以上落ちていくんだったらやっぱり考えざるを得ないというふうになります。ですから全ての基本はやっぱり日本の経済力、ここを立て直すということなんですね。そうすると国土を守ると、守るために血を流しましょう。でも血を流すのは自衛隊やですね、国民であってはいけなくてですね、政治家が血を流して、血を流すって何か、政治家が命を懸けるっていうのは何かというと、選挙に落ちるかもしれないということでも頑張ってやるということだと思うんですね。その覚悟はあるかどうか、これが問われているというふうに思うんですけど、ちょっと違った戦いをの方が好きな人たちが多いのかなというのが、まあ、自民党の問題だと思っています。で、まあ、自民党にそういう問題がある、でも戻ってきちゃった。で、私は本当に安倍総理がですね、今までの自民党は違うんだと言ってますから、それが本当であってほしいなと思いますよ。もしそれが本当で、まず日本経済を本気で立て直すんだと、金融緩和とばらまきだけじゃないと、一番大事なのは私の言葉で言うと、既得権と戦う成長戦略なんですね。成長戦略といったときにばらまきはもうダメですよ。それから官が出ていくばらまき、官民ファンド、これも絶対ダメです。もう昔やりました、我々は。私が官僚の時にですね、 NTT の株を売ったんです。2700億ぐらいありました、お金が。全部ベンチャーに投資したんです。官製ファンドです。全部なくなっちゃいました。まあ、全部っていうと不正確ですが、戻ってきたのは100億なかったんですよ。2700億出して全部なくなったんです。だけど誰も責任取らなくていいんですよ。霞が関の世界、永田町の世界はそうなってるんです。ですからこれからどんどんファンドを作って、いや民間が元気がないよと、元気がないから官が出ていきますよと。なぜ官が出られるのかと考えてみてください。なぜ民間が、いやこれはこんなプロジェクトはダメだ、これは危ないからやめようと言っているのに、なぜ官が出てくるとそこにお金を入れられるのか。その理由は一つです。そのお金が自分の金じゃないからなんですよ。税金、人のお金なんです。だから思い切っていけるんです。で、そういうことを絶対やらせちゃいけないんですね。じゃあ本当の改革、さっき言った既得権と戦う、農協が嫌がっても、医師会が嫌がっても、電事連が嫌がってもやるんですというのを自民党はやるかと。ちょっとそういうふうに見えないんですよ。規制改革会議っていうのが一番最後にできましたね。規制改革ってものすごく時間がかかるんです、成果が出るまで。だから一番最初に始めても、本当はメニューができてないといけないんです。3年間何をやっていたんでしょうかと、変わりましたと言うけど変わってないじゃないかと言いたいんですね。で、そういう自民党のにも多分ね、国民は不安感じてると思います。でも他に選択肢がなかった。でも本当になかったんでしょうか。第三極ブームっていうのがありましたよね。去年の夏ぐらいまで盛り上がってました。もう大阪維新の会がイケイケどんどん、このままいけば過半数だなんてね、威勢のいい話もあったんですよ。みんなの党も第三極の、まあ、一角をなしてですね、一緒に伸びていこうと。そしたらですね、変なことが起きましたよ。維新の会がなぜか太陽の党とくっついちゃったんですね。で、みんなの党と合流かとか、そういう話は途中でありましたよ。でもそっちは途中でね、投げ合ってなぜか石原さんたちとくっついちゃった。で、石原さんたちって、石原さんだけじゃないですよ。片山虎之助さんとかね、もうこれは皆さんね、ご存知かどうか分かりませんけど、我々官僚の中で、まあ戦ってきた者の身から見ればですね、まあある意味主級派のドンですよ。私たちが公務員改革をやろうと、
いろんなことをやったときに一番足を引っ張った人たちです。平沼さんだって郵政改革反対だと言ってそれで飛び出した人です。まあ、信念を貫いているという意味では立派ですよ。ずっと変わってませんから、あの人は。それ尊敬してますよ、そういう意味では。そういえば今月末に私信念を貫くっていう本を出版しますので、よろしくお願いします。まあ、宣伝はいいんですけど、でもそれでくっついちゃったらね、みんな分かんなくなりましたよ。第三極にみんな期待しよう、入れようと思ってた人たちが、あれと、これは騙されるぞと。昔民主党で大失敗しましたよね。みんなもう民主党が日本を変えてくれる、もう民主党に投票すればなんとかなる、日本が変わると思ったのに変わんなかったですよ。日本は全く変わったのは民主党でした。民主党がガラッと変わりました。第二自民党になりました。もっと悪い、第二自民党のほかにさらに組合というですね、既得権グループを背後に持った、本当に既得権に支えられる政党になっちゃったんですね。で、あの時のことがやっぱりよぎりますよね、太陽の党が。で、具体的な政策でも原発ゼロってあれだけ多い再稼働をね、最初言ってた時に橋本さんは最初何て言ってたか、多い再稼働とんでもない、だったらもう選挙で勝負だと、民主党を打倒するんだって言ったんですよ。まあ、途中でちょっと変わっちゃいましたけどね。で、それがさらに太陽の党と一緒になったら、脱原発依存体制の構築とか、なんかタラタラタラっていうですね、そういう標語に変わりました。そして既存の原子炉による原子力発電はフェーズアウトします。フェードアウトってというのはですね、どういう意味か、これ霞が関が作った文学なんですよ。既存原子炉による原子力発電はフェードアウトです。既存の原子炉ですから、新しい原子炉のことは何も言ってないんですよ。だから新設を認めうる表現ですね。これを高らかに書いちゃったんです、公約に。私はそれを批判しました。で、橋本さんはそれについて選挙戦で言い訳ばっかりになっちゃったんです。橋本さんの魅力は攻めるとこですけど、言い訳する橋本さんっていうのはみんな見たくないんですよ、これは。それからもう一つですね、非常に大きな変更があってですね、私はずっと言ってたんですね、既得権と戦う成長戦略っていうのを公約に入れるべきだと。で、維新発作に入ったんですよ、そのまんま、その言葉が入ってたんですよ。見ていただけば分かります。それが選挙の公約になったら見事に落ちました。落ちたんです。そして、まあ、医療とか介護とか、まあ、そういう農業改革とかですね、そういうのは公約の下に政策実例集というのに落としました。で、政策実例集何ですかと聞かれて、いや、これは公約ではなくてこれから議論する内容ですと言ったんです。ただの例示です。で、政策実例集と書いて、その下にその産業のね、改革のことをちょっとかっこいいことを書いてあるんです。そこはまたもう一回かっこ例って書いてあるんです。全部、要するに太陽の塔との関係でこんなことは入れるなと言われて、いやいや、政策実例ですからって、それでもダメだって、いや、じゃあ一個一個例って書きますからということをやって、ようやく入れたんですね。で、橋本さんは一生懸命これから改革をやるんだ、戦うんだと、既得権と戦うということを選挙戦の後半からずっと言ってました。で、今も言ってます。ですけど、これはですね、本当にできるのかとみんな疑問に思ってます。で、本当にできるのはどこかというのも見てます。私は、まあ、その選挙直前にですね、8つのツイートっていうのをやったんです。ものすごい大反響でした。3000件以上のリツイートがありました。まあ、その中で言ったのは、やっぱり橋本さん別れてくださいと、石原さんとは、ということをはっきり言いました。で、みんなの党については、いや、こうやって見てるとなんかブレないのはみんなの党だけじゃないんですかと、そういうふうに見えますよねっていうふうにツイートしました。これも大変な反響でした。で、今みんなの党は、まあ、ずっと言ってることです、ブレないっていうことはね。で、それは選挙前にかっこよく言うのは簡単なんですけど、選挙戦で本当にですね、既得権、ね、農業をやりますよ、
医療をやりますよということを本当に書いて言って戦える政党というのはほとんどないんです。ほとんどというか今までなかったんです。私はいつもそれを見てます。みんなの党はもうすでに前の選挙の時からやってます。それをだから国民の期待は出てくるんじゃないかなというふうに思っていました。でもちろん随分、ね、議席も増えたし大躍進ではありますけれども、やっぱり維新の会が、ね、ああいうふうにブレちゃったことによってみんなの党に対してもやっぱり第三極というですね、くくりの中でいやなんか第三極ってやっぱり危ないぞということで、まあ、今回はちょっと自民党にしとくかと、あるいはもう選挙行くのやめようと、投票率ずいぶん下がりました。そういうふうになっちゃったんですね。ですけどこれから国会で具体的論戦が始まります。そして法案はですね、みんなの党ってもともといっぱい法案出してますね。だけど数が少なかったからなかなかこう世間に注目されない。しかし今度衆議院でも、まあ、参議院でも今度ね、ますますこうキャスティングボートを握っていくわけです。で衆参でいろんな活動をしていく。で維新の会とみんなの党とみんな並べてみるわけです。みんなの党が出した法案、維新はそれにどう対応するんですか。党内がなかなか まとまらずに答えが出ませんねということになると、いや維新って偽物じゃないかと、それがだんだんはっきりしてきます。でも私は期待してるんですよ、橋本さんには。太陽の党の人たちとは戦ってくれるんじゃないかと。だから今でもあの大阪府市 の特別顧問とかやってます。それはやっぱりあの人たちに、ね、頑張ってもらわないと困ると、みんなの党と力を合わせて頑張ってもらわないと困る。でもそうじゃなければですね、やっぱり国民はよく見極めて投票してもらわないと困るということなので、私はその違うところ、同じところ、それをまあいろんな形でですね、国民の皆さんに発信を続けていきたいというふうに思います。ですからみんなの党の皆さんにはですね、ぜひその初心をですね忘れずに、まあこんなこと言う必要はないかもしれないです、あのなんか忘れなさすぎてですね、ちょっとずつ盲信すぎるんじゃないかっていう、あの声も聞こえますけど、でもそれぐらいでいかないとですね、どっちみちもう日本は沈んじゃいますから、あのちょっと手を加えてどっかと仲良くしてですね、少し議席が少し増えるかなとか、そんなことやってると、やってる間に日本が沈んじゃうのでほとんど意味がないと思いますね。このままですね突き進んでいただきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとあの、褒めすぎたかもしれません。実績をですね、やっぱりあの政治というのは実績出してからですね、結果を出していただけばですね、まあ、私が今日申し上げたこともそんなおかしくなかったんだなということになると思いますので、ぜひ結果を出すようにですね、頑張っていただければというふうに思います。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。選挙前にかっこよく言うのは簡単なんですけど、選挙戦で本当にですね、既得権、ね、農業をやりますよ、医療をやりますよということを本当に書いて言って戦える政党っていうのはほとんどないんですよ。ほとんどというか今までなかったんです。私はいつもそれを見てます。みんなの党はもうすでに前の選挙の時からやってます。それをだから国民の期待は出てくるんじゃないかなというふうに思っていました。でもちろん随分、ね、議席も増えたし大躍進ではありますけれども、やっぱり維新の会が、ね、ああいうふうにブレちゃったことによってみんなの党に対してもやっぱり第三極というですね、くくりの中でいやなんか第三極ってやっぱり危ないぞということで、まあ、今回はちょっと自民党にしとくかと、あるいはもう選挙行くのやめようと、投票率ずいぶん下がりました。そういうふうになっちゃったんですね。ですけどこれから国会で具体的論戦が始まります。そして法案はですね、みんなの党ってもともといっぱい法案出してますね。だけど数が少なかったからなかなかこう世間に注目されない。しかし今度衆議院でも、まあ、参議院でも今度ね、ますますこうキャスティングボートを握っていくわけです。で衆参でいろんな活動をしていく。で維新の会とみんなの党とみんな並べてみるわけです。みんなの党が出した法案、維新はそれにどう対応するんですか。党内がなかなか まとまらずに答えが出ませんねということになると、いや維新って偽物じゃないかと、それがだんだんはっきりしてきます。でも私は期待してるんですよ、橋本さんには。太陽の党の人たちとは戦ってくれるんじゃないかと。だから今でもあの大阪府市 の特別顧問とかやってます。それは
やっぱりあの人たちに、ね、頑張ってもらわないと困る、みんなの党と力を合わせて頑張ってもらわないと困る、でもそうじゃなければですね、やっぱり国民はよく見極めて投票してもらわないと困るということなので、私はその違うところ、同じところ、それをまあいろんな形でですね、国民の皆さんに発信を続けていきたいというふうに思います。ですからみんなの党の皆さんにはですね、ぜひその初心をですね忘れずに、まあこんなこと言う必要はないかもしれないです、あのなんか忘れなさすぎてですね、ちょっとずつ盲信すぎるんじゃないかっていう、あの声も聞こえますけど、でもそれぐらいでいかないとですね、どっちみちもう日本は沈んじゃいますから、あのちょっと手を加えてどっかと仲良くしてですね、少し議席が少し増えるかなとか、そんなことやってると、やってる間に日本が沈んじゃうので、ほとんど意味がないと思いますね。このままですね、突き進んでいただきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとあの、褒めすぎたかもしれません。実績をですね、やっぱりあの政治というのは、じゃあ本当の改革、さっき言った既得権と戦う、農協が嫌がっても、医師会が嫌がっても、電事連が嫌がってもやるんですというのを自民党はやるかと、ちょっとそういうふうに見えないんですよ。規制改革会議っていうのが一番最後にできましたね。規制改革ってものすごく時間がかかると成果が出るまで、だから一番最初に始めても、本当はメニューができてないといけないんです。3年間何をやっていたんでしょうかと、変わりましたと言うけど変わってないじゃないかと言いたいんですね。でそういう自民党のにも多分ね、国民は不安感じてると思います。でも他に選択肢がなかった、でも本当になかったんでしょうか。第三極ブームっていうのがありましたよね。去年の夏ぐらいまで盛り上がってました。もう大阪維新の会がイケイケどんどん、このままいけば過半数だなんてね、威勢のいい話もあったんですよ。みんなの党も第三極の、まあ、一角をなしてですね、一緒に伸びていこうと。そしたらですね、変なことが起きましたよ。維新の会がなぜか太陽の党とくっついちゃったんですね。でみんなの党と合流かとか、そういう話は途中でありましたよ。でもそっちは途中でね、投げ合って、なぜか石原さんたちとくっついちゃった。で石原さんたちって、石原さんだけじゃないですよ。片山虎之助さんとかね、もうこれは皆さんね、ご存知かどうか分かりませんけど、我々官僚の中でまあ戦ってきた者の身から見ればですね、まあある意味主級派のドンですよ。私たちが公務員改革をやろうと、いろんなことをやったときに一番足を引っ張った人たちです。平沼さんだって郵政改革反対だと言って、それで飛び出した人です。まあ信念を貫いているという意味では立派ですよ。ずっと変わってませんから、あの人は。それ尊敬してますよ、そういう意味では。そういえばあの今月末に私、あの信念を貫くっていう本をあの出版しますので、あのよろしくお願いします。まあ宣伝はいいんですけど、でもそれでくっついちゃったらね、みんな分かんなくなりましたよ。第三極にみんな期待しよう、入れようと思ってた人たちが、あれと、これは騙されるぞと。昔民主党で大失敗しましたよね。みんなもう民主党が日本を変えてくれる、もう民主党に投票すればなんとかなる、日本が変わると思ったのに、変わんなかったですよ。日本は全く変わったのは民主党でした。民主党がガラッと変わりました。第二自民党になりました。もっと悪い、第二自民党の他にさらに組合というですね、既得権グループを背後に持った、本当に既得権に支えられる政党になっちゃったんですね。で、あの時のことがやっぱりよぎりますよね、太陽の党は。で、具体的な政策でも民主党を打倒するんだって言ったんですよ。まあ途中でちょっと変わっちゃいましたけどね。で、それがさらに太陽の党と一緒になったら、脱原発依存体制の構築とか、なんかタラタラタラっていうですね、そういう標語に変わりました。そして既存の原子炉による原子力発電はフェーズアウトします。フェードアウトってというのはですね、どういう意味か。これ霞が関が作った文学なんですよ。既存原子炉による原子力発電はフェードアウトです。既存の原子炉ですから、新しい原子炉のことは何も言ってないんですよ。だから新設を認めうる表現ですね。これを高らかに書いちゃったんです、公約に。
私はそれを批判しました。で、橋本さんはそれについて選挙戦で言い訳ばっかりになっちゃったんです。橋本さんの魅力は攻めるとこですけど、言い訳する橋本さんっていうのはみんな見たくないんですよ。これはそれからもう一つですね、非常に大きな 変更があってですね、私はずっと言ってたんですね、あの既得権と戦う成長戦略っていうのを公約に入れるべきだと。で、維新発作に入ったんですよ、そのまんま、その言葉が入ってたんですよ、見ていただけば分かります。それが選挙の公約になったら見事に落ちました。落ちたんです。そして、まあ、医療とか介護とか、まあ、そういう農業改革とかですね、そういうのはあの公約の下に政策実例集というのに落としました。で、政策実例集何ですかと聞かれて、いや、これは公約ではなくてこれから議論する内容ですと言ったんです。ただの例示です。で、政策実例集と書いて、その下にその産業の、ね、改革のことをちょっとかっこいいことを書いてあるんです。そこはまたもう一回かっこ例って書いてあるんです。全部要するに太陽の塔との関係でこんなことは入れるなと言われて、いやいや政策実例ですからって、それでもダメだって、いやじゃあ一個一個例って書きますからということをやって、ようやく入れたんですね。で、橋本さんは一生懸命これから改革をやるんで戦うんだと、既得権と戦うということを選挙戦の後半からずっと言ってました。で、今も言ってます。ですけどこれはですね、本当にできるのかとみんな疑問に思ってます。で、本当にできるのはどこかというのも見てます。私は、まあ、その選挙直前にですね、8つのツイートっていうのをやったんです。ものすごい大反響でした。3000件以上のリツイートがありました。まあ、その中で言ったのはやっぱり橋本さん別れてくださいと、石原さんとはということをはっきり言いました。で、みんなの党については、いやこうやって見てると